ゆっくりしていってね T シャツ。いやいや、うまいな、うまいな、うまい。はい、どうも、ゲスト研修の伊沢です。そして、ヤギです。東大ゼロ十二で朝からそれ正解。それでは最初のお題です。さて始まる語呂がいい言葉といえば、はいはい、これです、これです、やった。さで始まる、うるさいんだよちょっと。絶対これじゃん。分かってから終了。もう終わったの、もう終わったの。さて語呂ですよ。いやこれだからもう中身の議論はいいんですよね。急に名前だけいいんかよ。名前だけいいんかですよねこれ。じゃあ一回言っていい？いいよ。三冠四音。三冠四音の語呂の良さってどこから来てるんだろうね。なんか7音でじゃあ古代からのエントリーいきます、はい、酒場バスピス。あ、変な顔の模型が有名なんですよね。そうそうそう、ノルウェー自然史博物館に展示されてるやつね。いきますね。サルティンボッカ。あ、分かる、言い方じゃない、言い方じゃない。これ何、これ何、イタリア料理ですね。僕もこれ何か分かんないんですけど、まあ、なんか多分イタリア料理の類だと思うんですよ。何それね、サルシッチャ。ああ、聞いたことある。何だそれ、わかんない。料理の類だと思う。料理の、多分イタリア料理の類。え、待って、サルシッチャそんなですか。このシッチャみたいな音連続ってやっぱあんまりなくて、僕的には口気持ちいいかな。まあなんかやっぱ長さ一個ね、強いね。長さ、長さいきます。おぉ、あ、いけるの。一番長いですよ、多分。三馬石とともに名高い冬桜。こちらいいですね。あら、悪い。いいだろ。さて始まる縄文カルタじゃねえの。え、だって縄文カルタって全部語呂がいいんですよ。縄文カルタの語呂いいシリーズの中だとそいつ字余りなんだよ。ちょっと縄文カルタの弱いやつ、弱いやつ、ね、こいつが縄文カルタの中で弱いやつだとしたら、じゃあ他のさで始まるやつはもっと弱いってだけですよ。縄文カルタが本当にサルティンボッカ超語呂いい。長いテクニカルですね。俺ずっと語呂がいい人の認識だった。あ、さっさなりまさ。おお、さっさ、信長型のね武将ですけど、利家と松とかでね活躍が描かれましたが、だからさっさ性がいいですよね。そう、さっさがもういいし、いいしかもさっさなりまさはさで終わってるってね。この人日本史の中でもだいぶ語呂いい方なんじゃない。なりまがちょっと惜しいね。まあ、なりまはためなんだよ。さっさなりまさなんだよ。ねえ、なんだよ、やっぱこれだねなんだよ。違う、ナルト読んでる人いますか。まあまあちょっとは分かるよ。ガーラの技で砂漠球、砂漠体操。ああ、まあまあまあ苦球がさ、三馬石の勝ちです。そんな良くないですよねこれ普通に。しかも砂漠二連チャンちょっとずるみたいなのもあるね。それはガーラに言ってください。まあでもやっぱ語呂の良さって気持ちよさもそうだけど、みんなが使う言葉になっていったなみたいな普及力みたいなのがあるなと思って、そういう点ではサイレントマジョリティとかはかっこよくて、まあみんね、すごい流行ったじゃないですか、言葉としてね。語呂、語呂とは何かってところからやっていきましょうか。やっていきましょうか。そしたらね、三十三元堂。戻った。前半を三十、後半を三元堂とした時に、三と三で韻が踏まれてて、後半の三元堂が後半に畳みかけてていい。前半の三十で溜めて、後半の三元堂で畳みかけて。韻の解説。なんで今まで全然喋んなかったんだ。今まで他の人のに言うことあった。お前が一番喋る。はい。サッコバンデッティ事件。あ、サッコで切れるところがなかなかない、ないじゃないですか。まあ、さっさなりまさとかは多分似てる入り方が良くて、バンゼッティのところもなかなかあるサッコバンゼッティ事件って思って書きましたよ。むずいな。一回言ってみたら全部。そうだね、確かに口に出して声出してよみたいな。皆さん復唱ください。サルティンボッカ、サルシッチャ、砂漠球、砂漠体操、三十三元堂、さっさなりまさ、三冠四音、酒場バスピス、三馬石と共に名高い冬桜。高すぎる。もう一回ちゃんと見て、ちゃんと見てよ。どっちで切るんですか。三馬石と共に名高いなのか、三馬石と共に、三馬石と共に名高い冬桜。もうやばい。せーの、サッコバンゼッティ事件、サイレントマジョリティ。まあ、解説があったから三十三元堂で。さて始まる色がいい言葉、正
題は三十三元堂。それでは続いての題です。ゆで始まる持っていると嬉しいものといえば、これか、これしかない。そんなそれでいいの。終了。え、はい、最初に書き終わったけど、ゆきち。おお、いや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 、これが公開される頃には。そう、ゆきちって何ですか。ゆきちって何ですか。1万円札のことですよ。1万円札って書いてください。ゆきちって言ってる人は1万円札のことを持ってたら嬉しいものとして認識してる人の言い方です。ゆきちって、まあその絶対に持ってなきゃいけないわけでもないんですけど、まあまあ嬉しいなぐらい、湯たんぽ。持って言うか。電気毛布でよくね。電気毛布があるからこその湯たんぽ持ってるのいいなぁなんですよ。だからその伊沢さんは行っちゃってるから。行っちゃってる。まあ床暖房あるしな。じゃあ一回ほっこり系ね。指。嬉しいことあるの。いや、わじゃあ俺現所の。いや確かに。お前たち現所。めちゃくちゃ欲しかった。この遠距離武器マジでかっこよくねっていうこの気持ち。実際持ってみたら意外としょぼいなって思うんだよ。違うんだな。実際持ってみたらこんなずっしりっていう、コンポ、あ、こここんな強いんだみたいな。嬉しいだろ。嬉しいかな。嬉しいだろ、弓は。まあ一度は手にしてみたいかもしれない。まあね、まあね、持ってると嬉しい。夢ですよね、やっぱり。はい、夢。いや、思ったけど、嬉しいじゃん。嬉しいじゃん。やっぱ心の拠り所になるんですよ、夢というものは。夢を持ってるから生活が豊かになる。夢持ってたら嬉しいってことは、夢ない状態から夢ある状態になった時に、うわ、夢あってよかったって思うってこと。思うね。思う。さじ加減じゃないか。夢。夢。弓。何それ、謎解きみたいな。俺2段階も上だって。ごめんやけど、辞書の世界で辞書順に相当してる。じゃあほっこり系に戻して、柚子胡椒どう。いやーいい。いやー、まあ、違うよ、ね、まあ、分かる。だってみんなどうせ柚子胡椒を持ってる時って、どうせコンビニでおでん買った時のあれだけでしょ。そんなことないよ。なんだけど、それしかないと、あ、もう終わっちゃったってなるんだけど、柚子胡椒ちゃんとチューブで冷蔵庫に入れておければ、もうすごい味の広がりがもうすごい。いいね。分かる。柚子胡椒のある冷蔵庫とない冷蔵庫では嬉しさがもう全然違います。マジである。もっといいものありそうだけど、でもそういう時期の中では悪くないです。マジである。まあ、ほっこり系続けていいですか。うん、まあ、絶対必要。友人。ああ。これはいいわ。いい。でも嬉しくないこともね、いろんなことあるからね。いいですか。いいよ。ゆっくりしていってね、 T シャツ。やばい。持ってるんですか。持ってる、うん、これを持ってたことによって、僕が東方イベント呼ばれてた時に、うわ、何着ようって思って、ゆっくりしていってね、 T シャツある。東方で攻めすぎなんだよ、お前。かなり個人によってんだよな。そうなんだよ。個人的な体験っていうのは大事ですよ。で、みんなもっとさ、日常的な場面で嬉しいってこう感じるもの、ゲームとかボードゲームとかやった時に、例えば自分に配られたカードにユニークスキルがあったら、あ、嬉しいなみたいな。わかるでしょ。プチよ。プチだけど、みんな共感できるはず。だってカードにって言っちゃってんじゃん。いや、だから、そういうことよ。異世界転生した時だからです、ね、異世界転生した時でもいいし、人狼やった時も、あの村人よりも、あ、狩人、ユニークスキル。あ、弓だよね、だからね。あ、もうやめろ、やめろ、やめろ。まあ、ちょっとみんなカッカしすぎなんですよ。真に持つべきは言う通りです。まあまあ、嬉しいとかじゃない。嬉しい。ゆとりを持てると嬉しいですよね、この現代社会においてね。まあ、否定できないね。柚子胡椒と近いですよね。どこが。まあ近い。湯たんぽ。分かる。持ってたら嬉しいものですね。持ってたら嬉しいな。やっぱ嬉しいよ。いや、まあでもこういう時はやっぱな、社会教育上のことも考えなきゃいけないかな。正解はゆきちです。やったー。ゆって始まる持っていると嬉しいもの。正解はゆきち。絶対 A1。 そう、その1点だけなんだよな。そうなんだよ、本当に。それでは続いての題です。わで始まる羨ましいものといえば。羨ましいものね。羨ましいという感情あんまないからね、羨ましいって感情が。終了。いや、どれにしようかな。もうダメ。あ、やばい。じゃあちょっと伝わりづらいけど、羨ましいもの言っていいですか。
和倉温泉加賀屋。いや日本一だもんね。高級旅館で石川県にあって日本一行きたい宿みたいな風に言われてる温泉旅館なんですよ。有名なね。もう行きたさやばいし、行ったと聞かされた暁にはもうって言っちゃうね。確かにわかる。加賀屋に行くことだからね。そうなんですよね。行った人は羨ましいけど、そのものが羨ましいかと言われると。まあまあまあ、いや羨ましいものです。まあそれで言うとやっぱ高級路線系でね、ワインセラー。あまあ羨ましい。まあまあまあ。やっぱその手の人には羨ましい。富豪の象徴みたいなのがある。伊沢さんはだからやっぱり、まあ、やりすぎちゃってる。そこまで僕たち言ってない。あもうワインで羨ましいです。もうあワインですよ。ワインで羨ましい。それちょっとそれちょっと下げる。別に飲まないしな。お酒飲まないけどワインセラーある家はかっこいいなと思います。ワインよりなんかワインセラーのある家はかっこいいよね。まあそうですね。まあそうですよ。どう行く？まあ非常に個人的な意見なんですけど、理工学キャンパスに6年間通ったので、早稲田キャンパス。個人的すぎるよ。憧れ。でも正直本郷キャンパス羨ましかった。そうですよ、ね、分かる。黎明期に赤門のない方のキャンパスっていう時が悲しいという出てる。ここに来てクイズの口知識でしょ。いいな、気持ち伝わってくるよ。羨ましいですよね。理工キャンパスってどこにあるの？は、一駅隣ですね。常に近くに置かれて見えるのよ、あ存在が。逆にね、見せられてる。だからわざわざ早稲田キャンパスの授業を取ったりするんですよ、憧れから。必要に駆られてたんじゃない？いや必要はないけど、あそこ通いたいなーで行く場所。羨ましいんだ。いい答えだよ。いい答えだね、確かに。山本は早稲田キャンパスと書かずに何て書いてある？僕はね、やっぱ、まあ、戦いの世の中じゃないですか、このなのでやっぱり和気あいあいが羨ましいよねという書きたいだけだけだ。いいよ別に平仮名でも。今回の書きたいだけ枠。いやそんなことないよ。てか和気あいあいとしてますけどね別に。そう今回結構そあんまり叩かれてる意見ないですよ。いいね、ワインセラーいいね、ワインおいいいですか、うん、ちょっとねこれ人によるかもしれないけど、まあ、結構分かるんじゃないかな。ワーキングホリデー。あーまあまあ、まあまあ働いてるから辛いじゃんっていう意見もわかるんだけど、まあでもなんか楽しそうってイメージがやっぱさ、海外に行くっていうのがね、うん、そうそうそう、一回やってみたいなと。一回やってみたいな、何回一回やってみようみたいな。そう羨ましい。これですね。わし。どういうこと？どういうこと？なんで？ちっちゃい頃折り紙とかしてて、金の折り紙持ってる人いい、銀の折り紙、あ、千代紙の人いい、和紙の持ってたらどう思います？そういう、いや、ありえない、ありえない。なんで、なんで折り紙で戦ったんだよ。家にワインセラーあるのと和紙あるのはワインセラー。ね、やっぱ僕もいろんなところ行きますけども、はい、一番輝いてるな、羨ましいなって思うのは、やっぱその人が割れんばかりの拍手に包まれている時だなと思いますよ。ほーん、そうなんだ。もう行っていいよ次。一回やっとくってのはありますよ。え、勝ち目ある。一回みんなでやります。いやまあいいかな別に、まあ、これで羨ましい。いやいや少ないだろ。え、残ってんのは何？モンとゴン。まあまあ言っとくか。いやまあその日常生活で結構羨ましさを感じるものではあるんですよね。あのワイドショー。なんで？どういうこと？なんか加賀屋の特集ですとか、なんかワインセラーがあるお宅に取材しましたとか、なんか羨ましい。いや羨ましくない話題も結構ありますけど羨ましい。ワニ鳴きです。そう、お前言いたかっただけだろ。ワニ鳴きを今何か言いたかっただけだろ。ワニ鳴き。いやこっからか、まあ、ちょっと消去法だな本当に。こういう場に立てる人間になりたいなと思うよね。このテーブル。そうでもない。もうそうでもないだろ。お題わかんなすぎる。絶対まで始まっててとかって。まあ迷うが、まあやっぱねこれ弁論が大事だからね。ということで今回の正解は早稲田キャンパスです。わって始まり羨ましいもの。正解は。早稲田キャンパス。ということでね、朝から創生会やってまいりました。ぜひ次回のシリーズもお楽しみに。ということでチャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャンネル、ツイッターの引き寄せたな。バイバイ。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。
概要欄にフォロワークラブや SNS のリンクもあるのでぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。